今日もペアっぽいね。どうもミラ夫婦でーす。フロリダです。フロリダです。あ、今日はここリビングになる予定のリビングになる予定の畳を床に変えていきます。はい、前回は寝室の方をやっていったんですけど、今回はリビングをやっていきます。はい、手順は一緒なので、うん、簡単にできるかと思いたい。はい、ザッツ DIY チャンネル登録、コメント、グッドボタンもどうぞよろしくお願いします。それではザッツ DIY。 はい、前回の、 寝室の動画とほとんど同じような感じになっちゃうので、ここは魔法を使いたいと思います。本当は使いたくないんですけど、ね、本当はね、使いたくなかったんですけどね。じゃあ魔法を使いたいと思います。なった？なった。うん、なるね、うん、しつけ。はい、魔法が解けました。剥げました。本当だ、剥げてる、剥げてる、剥げてる。こんな感じに変わりましたっていうのもわからないん で、実況したいと思います。いくよ。はい、じゃあパパが説明します。はい、はい、はい、ご紹介します。まず床の仕上がりはね、やっぱりね、こんな感じ。1回目よりかはうまくできたはずです。これね。端っこも、ちょっとね、ここ段差あったんですよね。うん、うまい感じ。うん、パパがうまい感じに。はい。シリコンで。はい。で、チャンネル登録、コメント、グッドボタンもよろしくお願いいたします。テレビ台もパパが作った。はい、お手製です。お手製です。突っ張り棒で、突っ張り棒で、突っ張りなんとかで突っ張っただけですが、うん、なんかこれ 2x4 のね、 2x4 の、うん、で、今回うちのリビングはだいたいこんな感じになりました。ちょっと引きますね、ちょっと引きますね、引きますね。こんな感じになりました。はい、今回購入したのがこれ。パパが今映ってるかね、映ってます。これが、65インチのグラビアです。14万円ぐらい、そうですね、13万ちょっと、うん、今回ちょっと奮発しましたけど、今テレビ安いですね。ね、昔に比べたら安いよね。ママ元気じゃないよ。なおいうテンションで言っていいんかが、ということで、そうです、そうです。で、はい、で、今チラッと映っているソファー、こっちから行こうか。ソファー、ソファー、パパ見える？パパは見えてますよ。ソファー買いました。3人掛け用のパパ、ママ、猫様4匹が乗れるように、座れるようにしました。しました。4万5000円ぐらいです。はい、4万と5000円ぐらい。あ、パパさん、その前の机はこれ？違う、それ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 。これは、床作った時にパパを乗せてよ。ものばっかり乗っけて、床を作った時と、これそうそう、テレビ台作った、テレビ台作った時の廃材というか、廃材というか余ったあれで作りました。ここでこうやって座ってコーヒーとかを置く、どう？台だそうです。ただです。で、これは椅子、ね、で、これがここにあるから、スタンドライト、あ、ついた、足、そうそう、フットボタンです。こんな感じ、そんな感じになります。そんな感じです。で、元気ないよ。これはカウチ、ここにこうやってこうやってさあさあゴロゴロするようでございます。できる、そう、はい、うっちゃんが見てる、こっちで、全体的に映すと、あとこれも買いました、ストーブファン。ストーブファン見えるかね、回ってるんですよこれ、ストーブファン、これ見える、熱で回るんですよこれ。
これ高かったね。これ4000円ぐらいしょ。でもそう、おかげでかここすっごいこの空間広いんですけど、なかなか部屋自体はあったかい、うん、で全体的に見るとこっちから映したこんな感じ。これ邪魔。うん、それも映っていい感じですよ。こんな感じになりました。今はねこたつ、あの寒いので置いてるんですけど、うん、でもともとはここにパパの計画ではもともとはここにプロジェクターをビーってやってバーンって大画面でって思ってたんですけど、あの結構費用どっちみちかかるんで、それだったらもうテレビでいいんじゃねえのっていうのいう意味合いでこの65インチのものにしました。そうそう、テレビの方が結局色が綺麗よね。うん、綺麗やけどね、あと便利ですな。うん、うん、でも結局これにしました。もう一段階75インチぐらいにしてもいいかなとは思ったんですけど、でも今からね、左右にここの空間わかります？ここの空間に、パソコンを持ってくる予定です、うん、ここで今猫部屋に置いてあるので、パソコンをここに置いてここで作業できるように、ここで作業できるようにしようと思ってます、うん、そしてこのテレビとパソコンをつなげたらパパの大好きな無夫婦な動画も見れるかな、この大画面で。そうそう、みたいな。あ、ムカつきますね、発想の転換。あ、ムカつきますね。全然発想転換してないけどムカつきますよね、とりあえず。そしてここあっち側のスペースは猫たちが遊べる、ちょっとでもこう乗れれるようにキャットタワーみたいな感じ。そうそう、突っ張り棒でキャットタワーを、うん、作ろうかと思ってます。ちょっとねここ天井が低い、敷居が低いので、うん、なんか普通に売ってあるもんだってサイズが合わないんですよね。だから作ってしまおうと思っております。見て、パパが水飲んでる。あ、そうだね、三浦家の水じゃね。で、ちょっとまだこれできてないんですけど、この上とかこの辺がまだこれむき出しじゃないですか、土壁、うん、そっちもそうなんですけど、この天井もそうそう、天井も壁紙貼ってないので、まだ何もしてないんで、これはまた後日壁紙を貼っていきます。でもとりあえず壁紙とか貼ってなくても生活が今できるような状況になりつつあるんで、ここはまた後回しに今後していきます。で、今日はママの念願だった、ママと視聴者様が念願でした。ママは念願じゃないんだよ別に。ゆずはそっちのテーブルの上。全然念願じゃないんですよ。ママと視聴者様が念願の思いがこもった我が家のゆずを使っての、今日はまだ何日？ 12月19で冬至じゃないんですけど、冬至は22なので、この動画の配信自体を22日の夜ぐらいにするしてる、今してるはずなので、あの冬至ということで、冬至ということで先走りゆず風呂。そう、ゆず風呂、我が家のゆずでございます。我が家のゆず、これは庭で採れた。そう、庭で採れたゆずです。この長い長いゆず、ゆずゆずです。ゆず結構綺麗だよね。綺麗、うん、大きいんですよ。大きいの、大きいのゆずで、ゆず風呂入りたいと思います。いくつもの、あ、好きなんですよパパゆず。あ、うざいならうざいって。そして見せる必要あるかね、それ。今回ママがゆず風呂に入ってくれる1ヶ月前から告知してたので。してたっけ。これ今流行りのシーンっていうところで。そうそう、めっちゃ安い、もう薄っぺらです。そう、ペラペラの1000円くらいよね、その水着。そうそう、もうペラペラですよ。もうペラペラですよ、お風呂入るだけですからね。ペラペラぐらいの方がいいんですよね。ベン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 、みんなお待ちかねだけん、あれパパに来て入ってもらいましょうか。本当こんなのもう、ということで腹立つママにゆず風呂に入ってもらいましょう。うむかつくわ。うっちゃん、あ、うっちゃんがめっちゃ白い目で見よるね。パパうるさいですね。
今日はうなぎとうつぼさんを連れてきて、それではママに入ってもらいます。入ります。ママちゃん入ってください。あっつあっつあっつ使えるかな。疲れ、あっつ疲れないの、無理なんでよ、熱いの、暑いのよパパ。ちょっとあれ取ってもらって。柚子の香りはすごい。柚子の香りはすごいけどさ。どうですかね。足が冷たいのだよね、冷たいよね、冷たい、この腐った柚子がさ、腐った柚子腐った柚子があるんだね、そう、腐った柚子が多分、うん、この香りのいい仕事をしてくれてる。ああ、そうそうそう、こいつがだってすごい匂いするもん、これ腐った柚子。ママかわいいね。いや、パパ入りたいだろう。まだいい。他には感想は、うん、いくつもうるさいうるさい、うん、美味しそう、綺麗ね、うちの柚子。食べろ、食べいん、食べながら入る、入らないよでもこういうなんか腐ったやつを潰して、うん、たらね、こうやって泡が出てくるけ、匂いが出るんよ、これで。どれも一回やって、はい、そういうことね。そう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 、そしたら、うん、もっとに、ね、すぐ匂いが出てくる、うん、これ綺麗すぎて潰れんもん、潰れるくらいがいいの。柚子風呂はなんだっけ、風邪ひかんようにするやつだっけ。そうなのかな、うん、俺全然知らん、冬至知らんけど、まあ季節をね、せっかくだけに感じれるようにしたいじゃん。そうそう、せっかく湯になってたしね。これちょっとこうやって、あったかい、気持ちいい、見えんのよね、そこら辺いけるかな、出れるもんがない。椅子？椅子がね。あ、ちっちゃいんか。ちっちゃいね。こんな感じになっちゃう。ね、ちょっと。ダメじゃね。パパもちょっと足だけ。ねえ、足絶対冷たい。足だけ。いいね。すごいね、匂いが。ねえ。うん。潰したけん余計に。これ一回で終わりかね。一回しか使えんもんかね。ゆず？うん。どうかね。二
潰してないやつは使えるんじゃない？潰したやつは中にお湯が入るけんさ、腐りそうな気がする。ああもう無理じゃろうね、一回で、うん、でも皆さんもね、こうやってね、あの季節を感じれるようなことをしてください。僕らも季節を感じれるような生活をしてなかったので、うん、そうね、正月は今年も仕事だしね。そうだね、仕事仕事仕事、来年はだっけ、来年も仕事か、うん、来年、再来年はゆっくりできるといいね。できたらいい ね、 ね、お正月に仕事じゃなかった日があんまりない、うん、ずっと仕事基本ということで、はい、堪能してください。はい、皆さん風邪ひかないように、はい、それでは堪能してもらいましょう、はい、うん、このままお風呂入ります。バイバイ。いい匂い。はい、お風呂から出ました。柚子の匂いがすごい良かったです。 それに保温効果があるのか、いつもより上がった時に暖かい、うん、寒くなかったです。鼻もかゆい。ママに頑張ってもらいました。そして今日はママの手作りの鍋です。鶏団子鍋です。ワイルドです。この鍋はあのアラジンストーブの上で作りました。節約節約。お、それではパパとママはお食事いただきます。いただきます。それでは皆さん、チャンネル登録、コメント、グッドボタンもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ママの水着の感想を聞かせてね。いや、暑かった。可愛かったでしょ。うちのママ可愛かったで、今日見てください。